のんのです。今回はミシンの糸の調子が合わないときにどうするかということについてお話ししていきます。まずは針が曲がっているかどうかを確かめていただきたいんですね。まず第一に、針は消耗品なので傷んでいくんですね。ずっとそのまま置いといたらダメなんですね。時々確認をしてほしいんです。まっすぐになっているのがもちろん正解なんですね。先端の方が若干曲がってたり、それから針先がね、なくなっているような状態の時もあるんですね。それから針の先端ではなくて途中がこうもう曲がってるんですよね。気にしてみないとこの2つは見分けることができないぐらい、まあ、細い細い先端であったり途中であったりするので、何かで確かめるということはちょっと難しいんですけれども、一番分かりやすいのは外してみることなんですね。新しい針と比べてみると、この先端途中どちらかがどうにかなってるっていうことは明らかなんですね。ですが外したくないな、どうなってるのかなって、この先端のところを確かめたいときには、このような別の針ですね、別の針、またはこの目打ちなどの先端尖ってるもので、この辺をちょっとなぞっていただくと、ついてる状態ですよ、これはミシンにね、こうやっていただくとなんかガリッてするんですね。ガリッとしたらもう先端曲がっています。それは交換の時になりますね。そのようにこういうもので確かめていただくこともできます。一番分かりにくいのは途中が緩やかに曲がっている時です。その場合は外して比べてみてください。2つ目が糸と針と布の相性になります。ビギナーズの皆さんは普通は11号の針で60番の糸っていう風に、綿や麻や、まあ、ポリエステル系もあるんですけれども、こちらの11号、60番っていうので大体仕上げていくんですけれども、針には11号、14号、16号といって号数がこう大きくなるたびに布地も厚くなっていったりするんですね。一番は16号の針でデニムなんかを縫う、デニムを想像してもらうと、そこが2枚重ねになったり3枚に重なったりすると厚くなりますよね。その時に針も糸も60番だったら、もうこれは進んでいかないというか目が飛んだりしていくんですね。キルティングでレッスンバッグを作る時も2枚重ね3枚重ねになると、デニムよりは薄いかもしれないんですけれども、綿よりは厚くなるわけですね。そこで14号の針が必要となってくるわけです。糸は60番でも大丈夫なんですけれども、針だけは変えなきゃいけないようなことになってきます。最後にお掃除っていうことがあるんですね。このように歯ブラシですけれども、ミシン専用に歯ブラシを用意していただいて、時々この辺りとかこの中とかボビンの中ですね、ケースもです、ちょっとだけで拭いてみたり、この辺も埃を落としていただきたいんですね。糸調子や故障に関して必ずミシンの取扱説明書の裏の方に、困った時はっていう欄項目がね、こう並べてあって、こんなんじゃないか、こうだったらそうしてください、あんな感じだったらこうしてください。ビギナーズで初めてミシンを手にした時などはこれ書いてあることがわからないんですね。あまりね、自分でこれを見て取扱説明書を見ながら自分でやってみようとすると、大きくね、調子を崩してしまうことになるんですね。ちょっとだけいじったりすると全体が崩れたりするようなことがあるんです。私も自分でやろうかなって思う時はあるんですけれども、もうちょっと故障かなって自分で思った瞬間に、業者の方に来ていただきます。メンテナンスしてもらうんですね。そうしないと一箇所をいじって もう全体のバランスが崩れるので、ビギナーズの方は今ご紹介した以外のことで糸調子が悪い、故障かなって思った時はメーカーの方に電話をしていただく方が無難だと思います。